そう遠藤渡るの方が南のよりもね、あの、スタメン取れる可能性は全然高いですよ、ね。それはやっぱり、二人の差っていうよりポジションの差だね、正直。やっぱ前線の方がノリが重要ですから、瞬間的な。前線はある程度ノリの人使わないと。<laughs> 後ろはね、やっぱ責任感だったりとか、マニュアルをちゃんとやれるかみたいな。さらにインスタ滅ばーーされるかは鍵になってます。あ、そうなのさらにフォローされない選手はその後良くないみたいな。なんかそういうのがあるの、今のところ。馴染めないみたいな。 南野ってサラにフォローされてないんだ。へえ、そうだったんだ。でもインスタって結構さ、フォロー帰ってくんのさ、遅かったり、僕も返すの忘れてたりとかしますからね。なんか分かりやすい機能があればいいんだけどね。僕だって、あの、ジャイアントかつきさんがフォローしてくれてるの分かんなくて返すのかなり遅れました、ね。インスタは厳しい世界ですね。サラのインスタが基準。サラに関してはね、なんか、みんなに優しそうなキャラだけど結構プレイはガが強いですもんね。あそこパス出さないんだみたいなのもありますもんね。 ブルーンポンチ君スパジャライトリバプルに移籍すると次のワールドカップで日本代表とってどんな相乗効果ですかそうはない。日本からリバプルにもたらすものは正直ないんじゃないですか南野がしっかり言ってますからね。森保さんって何でも話してくれる監督なんだ。だから信頼してるって言って。日本には守備の哲学がないみたいな。<laughs> いや何でも話す人からそれ聞けてないってことは、じゃあそういうことじゃんみたいな。普通に、まあ、日本代表に遠藤たり呼ばれるから、それでコンディション崩してみたいなのはあるかもね。悪い効果はいっぱいあるじゃないですか。 日本もね、やっぱりヨーロッパで加速してる選手呼ばないと工業的にみたいなのもあるだろうからな。だからその辺とかこう、星野さん的なチーム作りできる人なんて監督になんないし、うん、そういう、なんかこう、メディア戦略みたいなのも選手の質に頼んないというか、今質,にあた質に掛け算するというより質に頼るメディア戦略しかないから。今もう日本代表とかそういう暗い話やめましょう <laughs> そういう、日本代表はもう日本代表の時期にお祭りで、みんな、一般の人たちがオールスター的に楽しんで、僕はそれをまあ解説するお兄さんになるってだけで。 あそこに知性は、うん、あそこのコーチとか教会に知性はないですから。ここはちゃんとしたチャンネルなんで。<laughs> ちゃんとしてないことはあんま喋りたくないね。エンドを渡る和製風見ろと言われてましたが、実際言うとどの選手と同じぐらいの能力の選手ですか風見ろの低い位置のプレス体制は、風見ろよりもエンドの方があるけど、高い位置出てた時の攻撃力とか得点力は風見ろの方がある。 で、両選手ともサイドに触れるけど、エンドの方が裏へのパスが多かったりするね。で、あと、ファビーニョほど気は利かないかもしれないけど、エンドの方が。ファビーニョよりもアジリティがある。あとはもう何よりもメンタルが、もう本当に、ちゃんとやってない選手をしっかり見て、誰に背中預けるか考えるみたいな言ってたから、本当のあの、若ファビーニョっていうより若ミルナーが来た感じだと思いますけどね。もしかしたら、マカリスさんかインサイドハーフ、あの、どして、右サイドバックにエンドを使って、 エンドが中に、偽セサイドバック的に入ってきて、アーノルドがデブラネ的に動き回るみたいなのもあるかもね。風見の、なんかこう、総合値のこの五角形、六角形が平均、もっと風見ろより平均的で、風見ろは得点力とボールダッシュ力と、にちょっと振ってるから。風見ろは空中戦とかこう、アスリートとして無理きく感じ。でもエンドも全然そこがダメってわけじゃないから。予算的にまあ、リバープルのスリートップの最適化ってどんな人生ですか現状だと、やっぱ、安価にね、エンドを当たる、 普通に使うべきだと思うし、なんとインサイドハーフに一列上げるから、マカリスターを。なんとガクコは入れたいから、サラをガクコルイスギアスじゃないですか。アンカー動きすぎず固定した方がいいメリットを教えてほしいです。でかい鳥かごってのフリーマンと考えた方がいいのでしょうか。あ、その言い方もちょっといいっすね。あの、いろんなプレースの形あるけど、ツートップでもスリートップでも、このディスラインでパス回したときに、アンカーがここでパス受けるのって怖いじゃん。まあ、後ろからも。 もう、この青が守備だとしてね。ここが遠藤だとして、こういう風にプレス来てる、前は閉じてる。この状況ってパス受けられないじゃん。でも、ここにいるとさ、見ての通り、ここパス交換しやすいし、相手が閉じるからね、アンカー意識して。で、あの、後ろの選手も、ここ潰そうとして出てきてくれたら、前にスペースがあ。でも、これが、いなかったって仮定して、好き勝手もう自分が受けようとして。全員がね、プレスかけられちゃうんですよね、こういう風に。相手がいないから。だからここにいることが重要で、この時にジョルジーニョとか、まあ、ブスケットとかうまいアンカーは、 自分が受けられないけど、一旦こここれ行くるでしょ。で、サイドにボール出せっ,つって、例えばこうなって、プレースはまります、で、こう、後ろ作ります、後ろ作ります、で、相手がこう、プレスかけてるきに、後ろ作ってあげたり、こう逆サイド経由したりとか、この間に顔出して、相手閉じさせたりとかするでしょ。で、何かしうか私はこう逆サイド来た時に、今度そこでフリーになれるように、前向ける状況になるみたいな。とか、あとはまあこういう時に、戻しのところから、前の選手、ここって降りてきて、当てて落として、見るでしょ、プライド。 こういう、ここにいることによって、周りの選手の難易度を下げるのよ。自分が受けることしか考えてないと、このポジショニングできなくて。で、何かしらでさ、サッカーってミスのスポーツだから、間で引っかかるじゃん。引っかかった時に、好き勝手ているとここでフィルターないから、カウンター食らうんだけど、ここにいることによって、カウンターにもなるっていう。だから、あの、アンカーっていうか、ダブルボランチのどっちかとか、アンカーロール中盤でのフィルターになる役割の人っていうのは、動かないことが重要なんですよね。 立ってるだけでよくて、えー、受けなくていいんですよね。その立ち位置がブライトン徹底された。そう。ブライトンの場合は、ブライトンはちょっと、あれなのか、ここってさ、いるだけでさ、相手がこう、閉じたりとかするんじゃん、こういう。なんだけど、ブライトンはここで瞬間的に降りてきて、受けてこう、細かく繋げみたいな感じだから、リスクも高いから。まあ、それが今度のウルブス戦、ね。それで引っかかって一気に行かれたら、ブライトンの場合は両サイドバックも上がってるから、 ダンクとか、そのパートナーセンターバッかは頑張んなきゃねとか、早くエストピニアン戻ってみる。エストピニアンの良さはそこだと思ってますけどね。味方失った時とはめっちゃ戻り早くてカバーリング早いから。ヒロー君スカシャアやとお話聞いてるとアンカーってポジションものすごく頭使うポジションなんですよ。そうそうそう。そうか、バイチェティッチ戻ってきたバイチェティッチもいるわけだもんね。監督してるレオさんだからこそ気づいた成功する選手、意外な共通点とかってある意外っていうのがないんだよ。結構、まあ、それはそうだな。なんかあるかな意外なやつ。成功するっていうか。 いい選手なんてことなんでだってメンタル強いとかさちゃんと要求ができるとか見てない時に頑張れるとか全部意外じゃないもんね意外って言われるとむずいなでも多少の練習より才能の方が勝りますね <laughs> しっかり物事に取り組んでやってたら違いますけど多少練習するぐらいやったら元々の才能すごいやつの方が活躍しますそれぐらいかな意外っていうのはやっぱり運ありますよ 三笘の場合だってね、川崎からのサンジョワーズのブライトンでいい指導者に恵まれてるじゃん。でもまあ、そのそこ掴むためにちゃんと筑波選んだみたいな三笘のその知性もあるんだけど、全部を運とは言わないけど、運の要素は絶対必要っすね。なんかヘッポゴ指導者ばっか当たって、なんかもっといけたはずなのになとか、あと、よくあるけど、代表戦の時怪我してるとかね。 中川とか違う世界線だったら日本代表でなんなら伊藤純也みたいな扱いされてた線あると思うんですよね。昔で言うと山瀬とかね。山瀬はもういい時怪我したいとか。で、そういう選手っているのよ。スタメンがみんな怪我した時にやっと出番だってなったらお前も怪我するんかいみたいな。あるじゃん。みんなそれぞれのひいのチームにいると思うの、ね、よ。青島とかもそうだね。そうだからそれは一概に言えないね。で、本人がだらけてても本人がだらけてんのは本人が言わない。<laughs> なんかこういうところで個人名言いにくいけど、あの選手とかあの選手とかあの選手はメンタル弱かったからとか、あの選手本気になったらもっとやれたらみたいに言われる選手いるじゃん。その選手たちのことも僕、そうは言われてるけど、実際は実は頑張ってて、それでもダメだったなんか理由があるんじゃないのかなって思いたいというか、思うとがありますからね。海外で活躍しない。だ,だからそれこそ、フィジカル的なところちゃんとあって、あの相手見てプレーできるみたいな才能あって、それを謙虚に突き詰められるみたいな人間性あってみたいな。 で、これ人間性あるとね、あの、コミュニケーションもどんどん上手くなっていくしね。努力すれば、戦えるだけのフィジカルの才能と、技術の才能。この二つがあって、それを計算できるだけの人間性みたいな。で、それを計算した上でちゃんと出番をもらえたりとか、不遇に合わないだけのキャリア形成するっていう運。この四つじゃないですか。しっかり言語化するんだったら。アート、怪我しないとかね。うん、この五つかな。ちょうど五つで。 キリーしねえー、最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいねチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょうどうぞふとこでしたバイバイ